こんにちは、コージーです。ご視聴いただきありがとうございます。今日2月23日で私が YouTube に動画を投稿を始めて丸2年が経ちました。ありがとうございます。皆様の応援があってここまで来ることができました。本当に感謝しています。いつもね、温かいコメントとかいただいてね、力が出るんですよ。本当嬉しいです。で、今日は記念としてお気に入りのカフェでランチしたいと思います。いつもの食べるだけの動画なんですけれども、よかったらお付き合いください。こちら時たまカフェさん、もう4回目かな今日で。とても丁寧なお料理を出してくださるところで、前にはハンバーグとかカレーもいただいたんですけど、どれも美味しかったです。人気のお店なので予約された方がいいと思います。ね、この古民家のなんか温かい雰囲気がすごく癒されます。今日オーダーしたのは牡蠣のグラタンです。インスタで紹介してくださってるんですけど、最初私この白いのぶっといのネギかと思ってました。ネギのわけないんですけどね。で、季節限定、数量限定ということで、牡蠣のグラタンっていうのを食べたことなかったので食べたんですけどね、美味しかった。そしてこのリガトーニっていうショートパスタ、筋が入ってて、それにソースが絡んでね、すごく美味しかったです。なんかこうホワイトソースってちょっと飽きてきたりするんですけど、こちらののはね、最後まですごく美味しくいただきました。で、このまたパンがね、ふわふわなんですよ。外カリッて焼いてあって、なんかもうもちもちふわふわでね、すごく美味しかったです。で、今日はサラパフェっていうのも注文してみました。もう可愛いことね、こんな丁寧に。もう届いた時思わず、うわ可愛いって言ってしまいましたね。で、ブラック、コーヒーもこれブラックで大丈夫な濃さでした。美味しかった。まずはしごのプレッツェルでしょ。なんかすごくこう凝ってますよね、一つ一つが。この丸いの
これホワイトチョコなんですけど、と普通のチョコレートもありました。なんかこう崩すのもったいないですよね、丁寧に作ってあるのに。今まずいちごの蓋を取ったら中にいろいろこう入ってるんですよ。メレンゲとかクッキーとかかな。でソースが入ってて、もうねどれも美味しかった。でいちごもね甘くてね美味しいいちごでした。このホワイトチョコの殻をこう崩しながら食べるんですけど、まあね甘いんですけどね、嫌な甘さじゃないんですよ。うん、マカロンも美味しいし、全部美味しかった。最後までご視聴くださってありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。